穏やかな気候となった昨日、岐阜市の岐阜長良川の鵜飼はおよそ5ヶ月にわたった今シーズンの営業を終えました。訪れた人はかがり火に照らされながら鵜匠が鵜を操る様子を写真に収めるなどして楽しんでいました。火の明かりがね、熱が伝わってくる距離で鵜飼を見たのは初めてで感動しました。市によりますと、今年は4年ぶりに一部を除いて観覧船の乗船定員の制限やマスク着用の義務のない鵜飼となりました。今年の乗船客数はおよそ7万3000人と、去年よりおよそ2万人増えたということです。